こんばんは。今日は大阪にいるので隣にママがいます。手振ってます。和歌山でお仕事があったんですけど、そこから、まあ、スケジュールうまいこうと公演もかぶらずね、スケジュール開けてうまいこうと行けたので、結構1週間弱ぐらい大阪でゆっくりしました。で、今日は福岡から親戚が大阪に遊びに来てたので遊びました。で、まあ、インスタとかファンクラブにも載せたんですけど、アジサイを見に万博記念公園に行って、太陽の塔を見に行ったんですけど、たまたまアジサイやってたんで見に行きました。いつぶりの太陽の塔？あ、結構久しぶりですね。万博記念公園の中に入って太陽の塔を見るのはもうめっちゃ久しぶり。何年かぶり。半年とかそんなレベルじゃないぐらい久しぶりです。で、そうですね。まあ、ゆっくりしました。あ、中も入れますよ、今も。予約なんかな、それは。そう、結構久しぶりで、今日なんか衝撃のニュースがあったんですけど、その福岡の親戚の方が梅農家だったんですね。はい。え？私次やってみたい職業梅農家って言ってたんですよ。で、そしたらなんかショールームでそれを言ったんですね。で、ショールームでそれ言ったのを聞いてくれてたらしくて、で、そういえば梅農家ってこと伝えてなかったっけみたいなこと言われて、今日えみたいな。で、なんか醤油でつけたカリカリ梅もいただいたんですよ。で、それがめっちゃ美味しくて、それいただいた時は梅農家って知らなかったんですけど、今日会って実は梅農家なんだよねって言われて、そうなんやみたいな衝撃でした。だから、まあ、いつでも梅農家なれるよって言ってくれて、そう、すごい音鳴ってるんですけど、これ扇風機の音ですね。はい、首が触れるこういう扇風機、上上下って感じなんですけど、サーキュレーターなんですけど、変な音はサーキュレーターのせいなので気にしないでください。ちょっと暑くて、はい。そうなんです。大阪暑いです。今日はマシだったんですけど、昨日とか30度以上あってめっちゃ暑かったですね。はい。でね、私買い物したんですね、今日。で、まあこのワンピースカード、これとこれ10個ずつ買えまして、これも後で開けるよって言ってたんですけど、これともう一個買い物をしたんですけど、じゃーん、スイッチ2台買いました。
ついに私もスイッチデビュー。なんで2つ？だってママとセリカ別々に暮らしてるからさ。なあ、うん、2個いるよ。これセリカの分、これママの分で買いましたね。もちろん私が買ったんですけど、いやスイッチは私ほんとゲームしないんですけど、なんか欲しいんです、欲しいなと思ってたの。あればやるからね、ちなみに。あればやるんで、でしかもちょっと安い方やなこっち。そんなにがっつり、そう毎日毎日何時間もやるっていうわけじゃないから、すごい液晶が綺麗、タブレットが綺麗なねスイッチも売ってたんですけど、そっちはまあちょっとお値段も高くてね、まあそんなガチでやるかな、やんまやらんよなってなって、じゃあ普通の普通に遊べたらいいからっていうのでこっち買いましたね。はい、そう、まあゲーマーになるよってお話と、あとカセットはまあ人生ゲームとマリオパーティー、あ値段バレる、そうまあいいんですけど、こちらですね買いました。いやいろんなカセット欲しかったの、なんかスプラトゥーンとかさ、マインクラフトとかあるやん、スマッシュブラザーズ、スマブラとかあるやん、気になったんですけど、まあ一旦これですね。ママもゲームしないですね普段、でも始めようって言って、そうこれ買いました。マリオパーティーめっちゃ下手なんで私、これで訓練します。マイクラ配信してほしいってきて、マインクラフトのやり方わかんないんですけど、そう私のいとこがマインクラフトで太陽の塔作ってたのね、そう伊勢神宮も作ってて、なんか私のいとこすごい天才ないとこなんですけど、神社とか好きらしくて、伊勢神宮、あんな広い伊勢神宮を作って、すごかったよ、見させてもらったけど、本当に本当にすごいのよ、うちのいとこ。小さい頃から、今中学生なんですけど、小さい頃から将棋ができたりとか、道を覚えるの得意だったりとかで、めちゃくちゃ天才だなと思ってたんですけど、麻雀もできるらしくて、で一緒にやったんですけど、ちゃんとやってて、すごいなってなりましたね。しかも親戚で集まった時、和静麻雀ってわかる？赤城カイジって言おうとしてた、赤城の巾着から牌を引いてやる透明の麻雀牌があるんですけど、でもその和静麻雀をやったのね。そう、それをねすごいね楽しんでたんで、やっぱ天才ですね。そう昔買ってたのが役に立って良かったです。はい、でこんな感じでスイッチ買ったのでね、ゲーム楽しみたいと思います。イエーイ。なんかおすすめのカセットあと教えてください。私がハマりそうなやつでお願いします。はい、なんかハマったらいろいろやっていきたいですね。配信とかでもねゲームできるならねやりたいですよね。はい、
そんな感じ。ですかね。この間まで買わないかなって言ってたのにどうした？いや、ママがなんかスイッチとか言い出すから欲しくなっちゃった。そう、楽しみ。これでどんどんハマったら、ゲーマーみたいな感じになれたら、あのどんどんいいスイッチとかゲーム集めていきたいなって思いますね。はい、スイッチやるといろんな人とできるらしいし、いいよね。あ、そう、なんかオンラインとかでもできるらしいから、離れててもねできるよね。じゃあ今日は本題、こちらですね、ワンピースカードを開けていきたいと思います。イエーイ。じゃあこっちから開けますね。なんか何がいいかわかんないんですけど、何出るかわかんないんですけど、まあ多分シャンクスは多分出ないやつなのかな。私の推しはいなさそうなんですけど、でも強キャラ的なのが出たらいいなって思ってるんですけど、はい、開けます。じゃあまず一つ目、これ500年後の未来だから、今やってるエッグヘッドとかのやつが出てくるんじゃないかなって思います。はい、こちら、おー、レイジュと、ダイス、なんか懐かしいね。え、映画のやつこれと、これノロノロビームソード、なんか、あー、このあれか、フザ空島のやつ、空島と、あと何やったっけ、あのあれやね、あれやな、あの私あんま面白いなと思わなかったの、なんとかなんとかなんとかのやつ。あとカリブ、カリブ最近まで出てた。お、戦国、これ嬉しい、戦国かな。この10枚、10枚もあった、5枚、12345、6枚か、6枚でよかったな、戦国。はい、フォクシー海賊団やっけ、いや違う、何だっけ、なんか私あんま好きじゃないかやるんですよね、ワンピース、あの何だっけ、鼻が赤い人。じゃあ2つ目、海賊団、やっぱりあれあんまやるよな。え、かぶったんやけど、レイジュ、アラディン、人魚、バスカビル、世界政府、こんな人おったんや、この人、コリブ、さっきカリブ出てきた、ジーナ、フォクシー海賊だ。あ、リリス、リリス出た、イエーイですね。
リリス嬉しい。これエッグヘッドの人。ママは本当ワンピース追いついてなくて、パンクハザードぐらいよな。ドレスローザ、サボ出てきたあたり知ってる？アワの国の最初の方までしか見てないんですよ。おかしいですよね。絶対におかしい。そうだからリリスのこと知らないらしい。悲しすぎる。はい、まあ、そんな感じで3つ目。そう結構前なんですよね。はい、あカリファ、あスパンダム、懐かしくない？NS ラビーに出てきた人。あウォア・サンダーソニア、これハンコックの横におる人。フザ、さっきも出たな。これ田中さん見て、これ何だっけ、映画のやつ。田中さんっていうんやこれ。あ乱脚やって戦ってる。ああ角とか倒してるやつだ。キラキラっぽいこれ。おお今回嬉しい、好きな人出てる。カリファとかかっこいいですよね。こんな感じで次4、じゃん、あバスカビル、これさっきも出た。あスクラッチメアプーです。クルス出たー、フォクシー海賊団。フォクシー海賊団出たら結構うんって感じかも。あドフラミンゴ、いい嬉しい。あルフィ見て、このルフィ出た、キャキャキラー。これあのフォクシー海賊団の時のやつ。あえなんかかっこいい、これドンカード七部会のドンカード出ました。これかっこよくない？嬉しい、見てかっこいい。うん、いいいいですね。で次5個目、引きが強いね、いい感じやんね割と。また3つ目やねんけど、レイジュ可愛いからいいんですけど。あウソップじゃーん。あエドワード・ビーブル、白ひげの息子。モーダ、ルルシア王国だって。モーダかわいい。なんだこれ、あまたフォクシー海賊団や。ノラノラビームだって。これめっちゃ微妙やねんけど。おい何これ、あゴア王国のアウトルック3世やって。すごいなんか これキャキラなんやね。まあまあまあ
って感じですね。なんか普段忘れてるようなキャラも出てくるからいいですね。思い出す。続いて、1,2,3,4,5,6,6,6。え、かわいいチョッパー、かわいいエッグヘッドのチョッパーですね。かわいい。あ、月光モリア。出た、エドワード・ウィーブル。また出た。あ、エジソン、エッグヘッドの人、ベガパンク。あ、ゾロ。じゃーん。え、すごい。あ、ゾロのキキ、九刀流、アシュラ、魔球戦戦ってる。かっこよ。キラキラなのはいいね。あ、クマ、クマ倒してる。すごい、なんか良さそう。はい、続いて7個目。うわ、懐かしい、ブルージャム。こちらアラディン、これさっきも出たね多分。わ、サンジの小さい頃と、あ、出た、月光モリア。でもさっきとちょっと違うやつ来ました。あ、見て、ドラゴン。嬉しい、ドラゴン来た。これはホムラサキ、ホムラサキ、ホムラサキ、ワノ国。こんなやつ、ワノ国の戦いのやつ。キラキラです。すごいね。まあまあですね、ドラゴンは嬉しい。な感じ。今のとこ一番のあたり、なんやろ、なんやろね。うーん、でもこれ嬉しい、ドンカード、七部会のドンカード。まあ分からんけど、このルフィも良さそう。あとは、まあ、戦国も嬉しかったね。リリスも可愛い、めっちゃ可愛い。戦国かな。じゃあ8個目。あと、うん、あれ、さっき7個目って言ったな、6個目って言った。まあいいか。あと3つです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。合ってるわ、8個目や。8個目でした。あ、ウソップかぶりました。ジスモンダ CP0 の不気味。あ、チョッパーかぶった。うわ、またかぶった、ブルージャム。あ、グロリオーサ、ニョンバー、懐かしい。うわ、ルッチだ、ルッチのあのこの時、あの戦いの時の。普通のルッチの方が好きなんですけど、でもまあまあまあって感じ、強そう。じゃあ次、9。
エッグヘッド、じゃーん、エッグヘッドのあれと、あ、出た、フォクシー海賊団、ノロノロビームソード。さっきノロノロビームっていうカード出たような。うわ、ステリーや。この人めっちゃ嫌な役やったよな、役ってかキャラな。あ、ベガパンク助けてくれさ。これいいね。あ、クロコダイル、じゃーん、クロコダイルと、なんかめっちゃ良さそう。エース、かっこよくない？このエース、キラッキラ、これ当たりそうな。なんか嬉しい、今回いい、これとこれいいよね、結構キラキラ。エース、かっこいい、めちゃくちゃ良さそう。これはエースシークレットだよって来てんねんけど、そうなん、めっちゃいい、イエーイ、やった。じゃあこの500年後の未来ラスト、ウソップ3つ目、コリブ、また出た、あ、ヨーク、これエッグヘッドのベガパンク、あ、シャカ、いいね、これもエッグヘッドに出てくる人。ソルやって、ルフィのこちらと、あ、ハンコックのパフュームフェムル、めっちゃ可愛い、これもキラキラしてる、ハンコックですね。こちらでした、嬉しい。このヨークとシャカは最近熱いんで嬉しいのと、ハンコックですね。こんな感じ、結構集まった。一番エースが嬉しかったね、キラキラで。あとこのルッチも、普通のルッチが良かったけど、まあ嬉しいかな。割と良かった気がするな。知らん人知らん人多いよな。でも次やるやつはだいぶまあ知ってるかも。これ2つの伝説ですね。サンジ出なかったね。そう、サンジはシールでめっちゃ出てくんねんけど出てこへんかった。でもその代わりウソップめっちゃ出てきた。じゃあこっち開けていきます。1つ目、空島バンバズーカ、こちらと、あ、宮城ミンク族、これ和の国とか出てた。あ、卵男爵ハムレット、なんか懐かしい、和の国も。オムレット、アトモス、あ、これ白ひげ海賊団の人だって、知らんな知ってんのかもしれんけど、あんま見ひ、あ、ボニー、ボニー来た、初めてフィギュア当てた。あ、そう、ボニー初めてフィギュア当てた、そう、今エッグヘッドでめっちゃボニー出てきてる、じゃーん、良さそう。はい、2つ目、あ、2つ目か、1つ目って今言った、あ、ドラム王国、じゃーん、こちら
ックス・ドレーク、この人よかったよね、我が国で。とビスケットヘイ、あ、これ手ごわかったよね。アフェランドラ、アフェランドラっていうんや、この人。アマゾンリリーに出てた人、かわいい。空島か、サウスバード。空島の人全然覚えてない、見直そうかな。あ、チョッパーキラキラしてます、かわいい。へえ、いいですね。はい、そして3つ目、お、すごっ、スイートピー、お花お花のスイートピー好き。シャーロットエンゼル、ビッグマム海賊団、この人いたっけ、いたか。ジョバンニ、ミンク族いたね、ミンク族。うわ、シャーロットオーブン、懐かしい。ドラム王国、バクバクショック。おー、こちらページ1、ページ1キラキラしてる。あ、今回微妙かも。うん、なんかうんって感じのラインナップ。失礼失礼やけど、なんかうんって感じですね。はい、こちら4つ目、あ、敵に仲間は恨んぜよ、やってミンク族の猫マムシ。あ、フィギュアある。あ、このペラペラするやつ。この人うざかった。ゲルニカ、あー不気味、いつも隠して、この不気味 CP0、 不気味。え、これビッグマム、すごいすごいよな、かわいい。ハイキングベア、ドラム王国のハイキングベアいたよね、かわいい。え、キラキラワポルって何、絶対いらんねんけど。え、キラキラワポルってどういうこと。これが一番いいかも。まあまあまあ、ワポルは微妙すぎるな。次5つ目、すごっ、魚人族、ナミュール、白ひげ海賊団、すごっ、こんな人いたんや。あ、ウルティ、かわいい、かわいいですね。ガルガラ、カルガラか、シャンドラの戦士、空島なんですよね。あ、スクラッチメンアップ、なんかさっきと違うやつですね、こちら。あ、猫マムシ、かわいい、さっきと違うやつ。あ、ドクターヒルルクのキラキラ、なんかめちゃめちゃすごいいい、漏れてる。まあまあですね。6つ目、
うわ、かわいい。シャーロット・ポワール。かわいい。ヘリケラトプス。百獣海賊団。あー、これね。この人のやつや。敵。ニギクマ・マリア。なんかいたような、いなかったような、いたよね、なんかちょっと出てた気がする。あ、エドワード・ビーブル、また違うパックでも出てくんねんけど、この人。あ、ドン・カートの白ひげ、これかっこいい、いいですね。あ、クイーン、これが一番キラキラやねんけど、クイーンか、まあまあですね、まあ、強いけどって感じか。嬉しい、これ嬉しい、な、嬉しい嬉しい嬉しい。はい、次7個目。ジンラミー、こんな人いた、百獣海賊団、かっこいいけどね。あ、トリスタ、ミンク族、チョッパーの横にいたね、はい、ニワトリ伯爵、あー、いたね。あ、エスシャーク、これあのセラフィム。あ、チョッパーです。なんか絵がすごい。チョッパー。あ、シャクヤク、アマゾンリリーの。めっちゃキラキラしてる。この人いいよね。レイリーの横にいる。まあまあまあ。はい、8個目。うわ、ムッシュール、誰？こんな人あんまおらんな、見てたんかな。スピードジル、なんか絶妙。キャンディーメイデン、知ってる？これすごいマイナーキャラばっかり。でっかい騎馬戦、あー、元 CP9 のワノ国で出てきてた人や。あ、ミンク族のミルキー、ミンク族はね、可愛いんですよね。お、ゾウ、ゾウ来た、そう、ああ、うーん、まあまあまあって感じやな。なんかうわーみたいな感じのが欲しいのに、なんかうーんって感じ。あ、9個目、あと2つです。ニトロ、このこういうのもあるんやな、すごいな。あのペコムズ、シャーロットスムージーいたね、ビッグマム、ジンラミー、これさっきも出た。あ、ブリュレ、あー、チョッパーね、コクテイロゼをやって、うん、え、微妙すぎん？微妙っていうのもあれやけど、なんか絶妙、これ当たりではないよね多分ね。で、
悲しい。じゃあ最後ですね、はい、気まずい、気まずいですね、相当気まずいです。でも最後はいいのが出ると信じて、シャーロットスムージー、これさっきも出ましたね、はい、 BB ミンク族、あーはい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 、あ、白ひげ海賊団の船、モビーディック号、まあまあかわいい、お、アルベル、かっこよ、強かったよね、はい、あ、キング、これね、かっこいいよね、お、エースです、終わったうん、まあまあまあ、エースは嬉しいかな、アルベルね、キング嬉しいかな、渋いね、確かに渋め、全部渋め、キラキラ、最後はまあ良かったかも、そんな感じ。今回まあエースとこのエースと、あとボニーと、あとこのドンカード、白ひげのとゾウはいいかな。一番気まずいのはこれ、キラキラやのにワポル、どう思う？これがすごい当たりですよみたいな顔して入ってるのが気まずい。でも嬉しい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 かな、そんな感じかな、はいフフ、楽しかった。でも私ワンピースカード、スタートデッキとあとちょっとだけしか持ってなくて、スタートデッキのそのルフィの普通のやつと海軍のやつかは持ってるんですけど、他は持ってないから、株なんかもこれ持ってるみたいなやつはほとんどなくて、今回の配信で何個か被ったのはあるんですけど、それ以外はもう初めて見るカードばっかだったんで嬉しかった、よかった、だいぶ集まったね。また見つけたら10パックずつ買って配信します、はい、楽しかった、こんな感じですね。あ、よし、これを大切に家に持って帰りたいと思います。なんか自分のデッキ作りたいんですけど、まだそんなに大量に持ってるわけじゃないんで、そう、あんまなんですよね。だからちょっとめちゃめちゃ強いデッキ作れるように頑張ります。ちょいちょいフィギュアも増えてる、増えてますね、ちょいちょいな、はい、ありがとうございます、見ていただいて、気まずいデッキお願いします確かに気まずいデッキも作るか、でも逆になんかレアかも、みんなエースとかシャンクスとか強いので集めてる中、ワポルが一番強いやつにしてそれ以外フォクシー海賊団のやつで集めるっていう、相当気まずいんですけど、まあ結構それなりに集まったと思うんでそういうのも作りたいですねフ
嬉しい。スイッチ早く開けたいですね。今日寝る前にママとやってみますね。ハサミないと赤や。マリオパーティーはもう明らかに楽しそうな。人生ゲームはこう自分で回すマットみたいなやつ引いてそれでやるやつやん。それしかやったことなくて、あんまりそんなにたくさんやってたわけじゃないから、ちょっとこれやってみた。一番最初データ更新とかあるか早めに開けた方がいい。そうなんや。ていうかこんなことしてますけど、私僕隊ね明日ゲームしようとか言ってるけど明日公演なんで、そんな夜更かしもできないんですけど、まあ、一旦ね楽しみたいと思います。明日僕隊で明後日誰来いです。よろしくみんな。そう、でも公演とかないと私ずっと大阪にいるんで働かないとね、そろそろ結構休めたので。そう、23日も公演です。僕隊か。日曜日なのにお昼しかないって珍しい日でした。あれ、みんな当たってないね当たらない問題。みんな当たってなくて悲しい。いるかな明日私のファンの人。なんで夜ないね、私も知らない。 VR 公演は当たりましたよって。いつ？あさってか。平日無理ぜ。平日はね、あ、そう、生誕祭は7月以降になるかな。で、土日が厳しいって言われちゃったんで、もう平日でします。もう本当に土日土日ってうるさく言ってたんですけど、もうどうしても気まずそうでしたので、もうじゃあしょうがないよねってなって平日で。7月の上旬になるかもしれないし下旬になるかもしれないんですけど、ちょっともう申し訳ない。どんどんもう9月とかなっちゃうから。9月やったらリニューアル入っちゃうからさ、リニューアル前に生誕祭はさすがにしたいので、早めに言いますね、決まったら。はい、そう、いけたらな。ママも来たいって言ってます誰恋の方でしたいんですよ。待っております。休みもぎ取るやってもぎ取るもぎ取ってください。てか明日雨どう思う？あ、ありがとういたママ腕力すごいんですよ黒帯柔道部だったんで。ちさ、カセットめっちゃ小さいねんけど見てこの面積にこれってめっちゃ小さそんなもん。おもろ、そんな小さいことある？こんぐらいにしたらいいのにね。小さ面白
あ、かわいい。マリオの。この、これめっちゃ気合入ってるね。めっちゃかわいい。うん、これダウンロード版とカセットってあったんやけど、なんでかダウンロード版の方が高かったんや、値段が。それってなんでなんですかね。カセット買ったけど、でダウンロード版も絶対便利なんですけど、多分カセットいらんってことやろ。入れ替えなくて済む。あー、ずっと入れっぱなしでいけるってこと。カセットっていうか、そこに。うーん、入れ替えが済まへん。済む。入れ替えが楽やから高いんちゃう、ダウンロード版。どんな理由。なるほどね。場所を取るから。てかそんな。でもさ、なんでなんやろ。ほんまにそんな理由なんかな。ちょっとよくわかんないですね。楽しみ。また言うね、ハマったら。最近私でもゲームつむつむずっとやってるんですよ。で LINE の友達でつむつむやってる人本当に少ないから、全然ハートもたまんなくて、ハートなくなるまでやるんですね、ちゃんと。で本当にハートたまるまでまったりとかするぐらい結構やってます。でも今日みゆからつむつむのハート届いて嬉しくなった。あ、やってるんやと思って。え、そうそう、みゆやってんのよ、つむつむ。あとまなかちゃんもくれるハート、その二人ぐらいかな。ももちゃんとさよなもつむつむやってんねんけど、なんかアプリ入れてるだけで全然やってないらしい。そう、私は今つむつむスターウォーズのキャラクターが5個ぐらい顔入った、つむつむ使ってるんですけど、あれ最強です。あれもレベルマックス50にして、スキルは今2ぐらいあるんですけど、適当にやっても400万ぐらいは出るんですよ。でちゃんとやったら最高で1200万点出せたので、ちょっともうちょっと頑張って上目指せるように頑張ります。実物のつむつむ持ってる。なんか昔集めてたつむつむ、人形のこういう小さいやつ持ってた。握手会楽しみ。その前にオンラインだね。そうそうです、楽しみですね。あ、シールいっぱい集めてて、もうたくさん貼れるように準備してるので、サイン当たった皆さん、まだ分からんか、サイン当ててください。私のサイン会、今も握手とか受付してると思うので、スケジュール分かってたりとか
土日行けるよって方は待ってます。そうか、まだ抽選始まってない。そう、浴衣、8月の浴衣、そう、浴衣着てみよう一回。な、忘れてたな。浴衣、実家に置いてるんですね、浴衣を。で、それ着ないと。一回自分で着てみて、いけるかどうかやってみて、で、似合ってたらそれ着るわ。でも似合ってなかったら新しいのを買うんで、まあ浴衣絶対着るので楽しみにしててください。そう、持って帰らないとあかんねんけど、重いから送ってもらいます。そう、自前の浴衣着ます。なんかおされさんの浴衣あるじゃない、撮影とかで着てる、生写真とか、あのイベントとかでも着てた浴衣、あれすごく着やすくて可愛いんですけど、結構もうAKB にいる歴も長くなってきて、着てない浴衣の方が少ないんじゃないってぐらい結構着てるんですよ、浴衣を。これ着たことあるような気がするなっていうやつが結構多いので、あの自前の浴衣で多分誰とも被らない気がするので、ちょっと選んで着ていきたいと思います。あ、マレーシアで来たやつはマレーシアで買ったやつ、現地のやつでしたね。そう、そうでした。じゃあそんな感じでランキング読みたいと思います。13位、たけるアット、せりちゃんスイッチ変えてよかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、けいいちろうアット、ママさんのキラキラカードの発売はまだですかさん、ありがとうございます。めっちゃ笑ってる。絶対いるいるなら作ろうか。11位、ヨッシーアット、久しぶりのぴょん吉さんゲスト会嬉しいさん、ありがとうございます。めっちゃ久しぶりやんな。10位、りょうりょうアット、今日のお洋服かわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、けんけんアット、インスタ見たよ、いいね押したよさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、たくアット、今日のインスタのアジサイすごく綺麗に撮れてたねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、幻アット、ママさんワンピースでの推し誰ですかさん、ありがとうございます。シャンクス最悪かぶってないけど、えレイリー、えちょっと後で話そう。6位、中心アット、せりちゃんワンピースカードたくさん買えてよかったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、中心アット、せりちゃんスイッチハマるといいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、赤いゾウさんアット、せりちゃん FC のムービー見たよさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、マムシングースアット、セリちゃんの握手券ゲットしましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、淡路の黒ひょうアット、明日の公演頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は上谷優アット、セリちゃんのワンピースカード開封配信面白かったさん、ありがとうございます。書いてないけど。はい、ありがとうございます。え、ママのワンピースの推しがレイリーって今言ったんですよ。
最初シャンクスって言ってたんですけど、私同担拒否なんで、あのシャンクスはやめてもらって、であのレイリーって言ったんですけど、ママのお兄ちゃんもレイリーって言ってたのね。え、でね、親戚で集まった時に私みんなにフルーツ大福を買っていったのね。で、あのいろんな味買っていったの。桃、みかん、メロン、いちごと練乳いちご買ってて、でママにその一緒にいたから、ママはどれ食べるのって言ったら桃って言ったから、じゃあ桃もう一個追加するねって言って、桃で6個買ったんですね。でそしたらママのお兄ちゃんが、俺絶対桃みたいなこと言ってて、え、ママと一緒ってなって、で、あの昔から好きなものめっちゃ被るんですよ、その兄弟で。でね、ご飯を食べに行った時、メニュー見て何にするみたいなことをそのママのお兄ちゃんに聞いたら、まあカルボナーラかなって言ってて、で別のところでママに、え、メニューどうすんのって言ったらカルボナーラって言って、かぶってる2人ってなって、ほんまにうちね、兄弟ですごくあの好きなものが一緒すぎて、あのワンピースの推しメンまで一緒だとは思わなくて、今めっちゃびっくりしました。で私はママのお兄ちゃんに顔がめっちゃ似てるんですよ。ママにもめっちゃ顔似てるねって言われるんですけど、どっちかっていうとママのお兄ちゃんの方が顔そっくりなんですね。で私最近会って、自分で見てもなんか自分似てるなと思うぐらい顔が似てて、そうで、その親戚に会うのもあの久しぶりだったんで、本当コロナ禍以来だったんで、めっちゃ久しぶりでしたね。ミスチルも好きなアーティストも一緒らしいですめっちゃおもろいやろ爆笑。私の天才いとこのパパなんですけど、本当にあの好きなもの一緒、レイリーまで一緒だと思わなかったなんかセイカが小さい時にママのお兄ちゃんとママと3人でこう歩いてる時に、そのママのお兄ちゃんがお父さんやと思われてあ、お父さんですかみたいな聞かれた時に、いやいや違いますよってなった話もありました。お父さんに似てるな、似てるねってセイカ、お父さんじゃないですっていう、ママのお兄ちゃんとおじさんって言わんの、カー君って言ってるな、カー君って言ってます。麻雀もできるので一緒にやりました。めっちゃ強いのに人のあの当たり牌とかすごい当ててくるのに、自分は運悪くて全然上がれないっていうめっちゃおもろい、面白かっただからセリカが和紙図麻雀でリーチしたら、透明の牌と普通の隠れてる牌、普通の牌があるんですけど、すごいバランスよくあったのに、あのすごい律儀に綺麗に 1,2,3,3,4,5 とか綺麗に並べちゃって、すごい当たり牌バレちゃったんですよ。普通はその透明の牌外から見えるから、順番を入れ替えてその周りを紛らわすってことをしないといけないんですけど、私は律儀にそう綺麗に自牌2個とかで並べてたんで、これが頭やろ、でこれがここで5、6やから数値ピン待ちやなとかすごい当てられてあのねえ、あーってなりましたね
めちゃめちゃ面白かったです。てか和室麻雀が面白すぎてまたやりたい。買ってから初めてできたんですよ。そう、めっちゃ楽しかった。いつ買ったんだっけ、2年前ぐらいやな。2年前ぐらいに買って、でショールームとかでも皆さんに見せたんですけど全然やってなくて、ていうか一緒にやる人がいなくて、でも今回ねできたから。もっと前か、3年前ぐらい。楽しかった。あ、ジージ、あ、ジージめっちゃ強い。私のジージすごい麻雀強いんですけど、あの私がに、あの私のいとこ1回上がって、私も1回上がって、ジージが2回上がったんですけど、その2回とも私が振り込むっていうね、最悪、勝てないわジージには。私すごいリーチされたらめちゃくちゃ降りるんですけど、よくあのロンって言われてしかもハネマン以上でめちゃくちゃ強いので当たられて悔しかった。めっちゃ強いんですよ。でなんか、まあ、交代してこうみんな代わり番号でやっていたんですけど、私がやってる時にジージが後ろで見てくれてる時があって、こう捨て牌迷って、まあ、これかなと思って捨てた牌が「おいいねいいね」みたいな感じで後ろで言ってくれたら、あ、安心、合ってたってなるんですよ。今回はジージが一番強かったけど、私は多分ね2位ぐらいだった気がする。私も上がった時ハネマンだったから。私のママのお兄ちゃんのカー君はあの一回も上がってなかったんですけど、全部透明の時もあって。ついてなさすぎで、私も全部透明、一個だけ隠れてる範囲の時があって、でほぼ自敗とかだったので、だから国士無双をやろうと思ってたんですけど、透明すぎて丸見えやから誰も範囲出してくれなくて上がれなかったですそう、展望とか使わず普通に麻雀打つだけだったんですよ。なんかその和室麻雀の展望がめちゃくちゃ小さくて使いにくそうやったから、リーチ棒だけでいいんちゃうってなってやりました。そう、透明杯の割合がめっちゃ多くて1/3が隠れてるやつだから、4枚同じ牌あるじゃないですか、そのうちの1枚だけが隠れてて他の3つは透明なので、もうほぼ透明。そう、めっちゃ楽しいから
アシズマージャンやってみてください。アマゾンで買ったから出てくるよ。隠すとダメ。そう、こうやって隠したらあかんねん。ママこうやってたけど一回そう、手袋してもうパイできないように手袋してはい取るんですよ。そうです。楽しそう。楽しかった。得意のモーパイもダメなんだ。そう、モーパイできたらね、選べるのにね。でもそのマージャンパイ結構まあ安いやつだったんで、あんまりしっかり掘られてないからモーパイしにくそうだったけどね。そう、サーキュレーターの風が目に直撃してめっちゃ乾燥する目が。あ、ドンキホーテに売ってた。あ、じゃあドンキで買ってください。それじゃあですね、そろそろ終わりたいと思います。今からスイッチしないといけないので終わらせてもらいます。じゃあまた、あ、明日と明後日公演見てください。じゃあ今日もありがとうございました。ママもバイバイってしてます。ありがとうございました。バイバーイ。